19時30分ごろ投票所でスタッフが準備。投票の開始を30分後に控え投票所ではスタッフが準備を始めていました。19時50分ごろ投票所の前に列も。アメリカ東部バージニア州の投票所です。現地時間は午前6時前で、暗い中ですが投票所の前には早くも列ができていました。肌寒いため、車の中で投票開始を待つ人も。 20時東部の州などで投票始まる。アメリカの中間選挙は4年ごとの大統領選挙の中間の年に行われる連邦議会などの選挙で、今年は上院の100議席のうち35議席と下院の435議席すべてが改選されます。投票日を迎えた8日、東部の州などでは現地時間の午前6時、日本時間の午後8時から投票が始まりました。 21時前、ジョージア州の投票所前で長い列。激戦となっているジョージア州の投票所です。現地時間午前7時、日本時間の午後9時の投票開始を前にすでに長い列ができていました。ジョージア州共和党の牙城と言われるも、21時45分、オハイオ州の投票所は朝から混雑。激戦州の一つ、オハイオ州の投票所です。 現地時間は午前8時前ですが、大勢の有権者で混雑しています。通勤前に投票を済ませる人が多いということです。アメリカ政治を左右する中間選挙が日本時間の8日午後8時から始まりました。投票は東部の州などで始まっていて、多くの州で日本時間の9日午前中に締め切られて開票作業が行われます。全米各地でのさまざまな動きや、 最新情勢などについてタイムライン形式でお伝えします。